まさかこのまとめ紙はゴム1本でできちゃいます。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はゴム1本で作るおしゃれなまとめ紙です。こういうまとめ紙ってピンをなんかいっぱい使ったりとか、あとゴム何個も結んでなんかこうまとめていくようなイメージがあるかなと思うんですけど、本当にゴム1本だけでこんな感じの仕上がりになります。結構おしゃれじゃないですか。まあヘアアクセつけても全然いいかなと思うんですけど、このままでも結構いいかなと思いますので、例えば出先だったりとか朝の時間のない時にパパッとこうまとめる時にちょっと寝癖がついてたりとかしてもね、おしゃれに決まるかなと思いますので、ぜひ皆さんこのまとめ紙覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、それでは始めていきます。まずブラシで最初に溶かしておきます。引っかかりがなくなるようにしっかりと溶かしておいてください。次に髪の毛をまとめていきます。で、だいたいまとめる位置は、まあ、耳のラインの少し下あたりぐらいで髪の毛をまとめていきます。ゴムで結んでいきます。で、1回結んで2回目の時に少し輪っかにしていくんですけど、この時にこんな感じで輪っかにして、こんな感じですね。で、毛先を上に持ってくるように留めてください。で、次にこの辺ですね、斜めに指を入れてここに空洞を作ります。で、この輪っかにまとめた時に、この時にあんまりね毛羽立ちが出てない方が綺麗になるので、あんまり毛羽立ちが出ないようにまとめてください。で、空洞を作ったらこの部分をこの空洞の中に入れてくるりんぱしていきます。で、輪っかの部分がね下に出てくるようにしてください。で、このような感じでまとめたら毛先の部分が出てきてると思うので、このくるりんぱのこの上の部分ですね、ここの中にこの髪の毛を入れ込んでいきます。普通にね中に入れ込んだら結構ね簡単に中にしまい込めるかなと思うので、ちょっとバランスを見ながら入れ込んでください。あとはお好みでこの辺の部分だったりとかに少しねルーズ感をつけるためにちょっとだけなんですけど、こう引き出してちょっと凹凸を作っていきます。で、なんか結構ね無理やり出さなくても本当にねこう引っ張った時に出やすいところだけにしてください。あんまりねこう無理やりやってしまうとこう形がいびつになってしまう可能性があるので、こう引き出した時に少しねこう引っ張り出せるところだけを出すようにしてください。で、お好みで引き出してバランスが整ったら完成です。はい、ということでこんな感じでね仕上がりました。結構ねこんな感じで本当にね、やっぱりくるりんぱ、海外のねヘアアレンジやってる方だったりとかも結構使ってるんですけど、本当にバリエーションがめちゃくちゃ増えて、今年はねまたヘアアレンジめちゃくちゃ流行るんじゃないかなって個人的には思うので、またいろいろねそういったものを紹介していきますので、ぜひまたご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。